サザンパシフィック鉄道 GS-4 型蒸気、機関車はサザンパシフィック鉄道で運行されていた、車軸配置4から8から4の流線型蒸気、機関車である。ライマロコモティブワークスで1941年から1958年に、かけて4430号から4457号まで生産された。GS とはゴールデンステート、 もしくはゼネラルサービスを意味する。GS-3 と GS-4 の外観上の違いはいくつかあるが、GS-4 には全商島が2つある。上の全商島は、マーズライトである。GS-4 は、サザンパシフィック鉄道の高速旅客輸送用に設計され、コーストデイライトなどの旅客列車に使用された。百四十九号機が二千八年現在も、 保存されている。当初はオレゴン州ポートランドのオークス公園に保存されていたが1975年に胴体復元され、同年8月から1976年12月までアメリカ合衆国建国200周年の祝賀行事でアメリカンフリーダムトレインとして運行された。現存する GS-4 形式は当器が唯一で、それ以外の車両は用途廃止後、 全て廃棄処分されている。ありがとうございます。